今までで一番生きた心地がしなかった時の話当時と言ってももう8年も前の話俺といえば昼は仕事夜は夜間の大学と我ながらなかなかに苦学生してたそんなもんだから学校終わったらもう深夜いつもは翌日の仕事に備えてさっと帰ってそのまま床に着くのだが その日日。は土曜日翌日は休日なものだからえっちらおっちらマイペースで自転車漕いでたのよね帰り道道と言っても蝶がつくほどの田舎だから田んぼのあぜ道の延長みたいな道だけどね結構というかかなり不気味なんだよね想像してもらったら分かるかもしれないけど草木も眠る牛蜜ど時に 一人ダダピロい田舎道。しかも周りにはマネキンの首などを使ったリアルなカかしがこちらを凝視しているまあその頃にはとっくに慣れきっていたんだけどね帰路の途中いつもなら見向きもしない自販機に目が止まったのは珍しく金銭的にも余裕があったからなのかな別段喉も渇いてないのに。 田舎の人ならわかるだろうけどさ、メジャーなメーカーの自販機じゃなくてね。今で言うと、コーヒーの細長いロング缶あるでしょう。全部がそのサイズの自販機。かなりアナクロナイズなやつだね。当たったらもう一本なんていうおみくじ付き。切れかかった電灯が発してたジジジという音がやけに耳に響いてた。 田舎の深夜なんて車通りもないから信じられないくらい静かでさやけに小銭を投入する音が響いてたお金を入れてボタンを押したらおみくじのランプがピピピピピピピって鳴り始めるシーンとしたあたりにそのチープな電子音がやけにふつり合いで当たっても2本も飲めないしなーなんて苦笑しながらジュースを取ろうとしたんだけどさ 自販機の切れかかった電灯の薄暗い明かりくらいしかないから取り出し口なんてほとんど真っ暗で見えない「ジュースはどこだ?」と手探りで取り出し口内をまさぐってたらさ「握られたんだよね手を」意味わかんないと思うけど取り出し口の中で手をつかまれたのちょうど握手をするような形で。 一瞬頭が真っ白になった間違いなく人の手の感触だったしかもねだんだん握る力が強くなってくるのよ痛いくらいにそこで我に帰ってうわーっと必死に手を振りほどいた相当強く握られてたのにあっさり手は抜けて俺は反響乱で自転車に駆け乗って全力でその場を離れた 混乱してたからはっきりとした記憶はないんだけどその手の感触と背中越しに聞いたピピピピピピピという音だけは鮮明に覚えてるそういえばおみくじなんてボタンを押して5秒くらいで止まるのになぜかずっとピピ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 って言ってたな今考えると一人暮らしの家に帰るなんてゾッとしたからさ そのまま友人の家に転がり込んだよでその判断は大正解だった一人だったら気が狂ってたかもしれないなぜかって言うとさ治んないのよ手が握手の形のままそこだけ金縛りにあったかのように硬直してるんだよ 友人もただ事とではないと思ったらしく、二人で朝まで頭の中で念仏を唱えてたら、夜が更ける頃に、急に何かから解き放たれるように硬直が解けたよ。それからというものを、俺はどんなものにせよ、口になってるものに手を突っ込めなくなってしまった。自販機はもちろん、郵便受けやポストなんかでさえ。 だってさあ、握手されるでしょう、また、多分。この話には後日談があってね。今から二年前、握手から六年後だね。法事のために田舎に帰省した時ね、あの時から一度も通ったことのなかったあの道。 近道に使ってた裏道だったから幸いにも卒業まで一度も通らずに済んだなんでだろうねあれほど忘れようと思ってたトラウマのあの場所にちょっと行ってみようかという気持ちになった理由は分かんないんだけどさ導かれるようになんて言ったら安っぽくなっちゃうけど 何かあったら嫌だなぁと内心ビクビクしながら車を走らせてたらねあっけない結末だったなかったんだよねその自販機そりゃそうだよねあの時ですらかなり古かったのにあれから8年も経ってるんだから当然と言っちゃ当然なんだけどなんかさ数年間にわたる呪縛から解き放たれたみたいで心底ほっとした これで完全に忘れられるなと思ってねせっかくの帰省なんだから昔なじみの連中と飲みに行ったよ楽しかったほんとここで話が終わればよかったんだけどね気分もよくほろ酔い加減になった俺はみんなにこの話を聞いてもらおうと思った 八年前は思い出すのも言葉にするのも嫌だったから話せなかったんだけど多分ねなんだそりゃってみんなに笑って欲しかったんだろうと思うそれで俺も笑ってこの忌まわしい記憶はおしまいそうなって欲しかったそうなるはずだったつらつらと話してる途中でさ友人の一人が ちょっと待ったと話の腰を折った。何と俺が聞いて帰ってきた言葉は俺の酔いを完全に冷めさせた。聞かなきゃよかった。話さなきゃよかった。なんで話してしまったんだろう。なんで。そいつが言うに、 あの道にそんな自販機なんか見たことない他の四人も同様に口を合わせるおかしいぞおいけ。お前はあの時朝まで念仏を唱えてくれたじゃないか俺はそっと押しそうになったあの時止めてくれた友人の K までそんな自販機知らないという あの夜のことも覚えていなかったどう言ったらいいかわからないんだけどね俺だんだんとこの時の記憶がなくなっていっていることに気づいたんだよね何て言うかさ夢って目が覚めた瞬間は覚えてるけどその記憶を持続させようとしても嘘のように消えていっちゃうでしょう夢の記憶 ちょうどそんな感じでさ、俺本当はあの時の自販機で何を買ったかとかあの時の学校の授業は何だったとかはっきり覚えてた。でも本当、嘘みたいに記憶から抜けていった。忘れたくても忘れられるようなことじゃないのに今ではもう先に書いたことくらいしか記憶に残ってない。 何かの意思というかそういうものを感じるんだよねこれ俺さ変な予感があるんだけどさ完全に俺の中からこの記憶がなくなった時普通にまた何かの口に手を入れてまたされるんじゃないかと思う「握手を」